では気づいてほしいことで、元気がない時はそのままでいいよ、でも元気がある時こそ気づいてほしいことがあるんだ。その元気はどこから来てるのか、それが本当の君か、守るべきものなんだ。君が決めた道もまっすぐ進んでいいよ、でも進んでいる時こそ気づいてほしいことがあるんだ。その道は誰に支えられてるのか、心に浮かべてまた次へ進めるよ。元気がない時はそのまんまでいいよ、その元気がない時こそ気づいてほしいことがあるんだ。この世界は元気を奪うものが多い、君の本当の姿を追いかけしまうほど、だからそんなに自分を責めないで。いつか全てを受け入れられるはずさ、それが本当の君か、あるべき姿。